2015年6月1日、中国北京市で、中国史上最も厳しいと言われる禁煙条例が施行された。同日、あるネットユーザーが、中国版ツイッター、ウェイボーに、タバコに対して最も厳しいのは日本だと書き込んだところ、他のネットユーザーから、多くのコメントが寄せられた。日本のタバコについて書き込みを行ったユーザーは、日本では、街角など喫煙場所が決められていて、歩きタバコをする人はほとんどいない。ファストフードの店は、喫煙スペースと禁煙スペースを分けていて、多くのホテルが、タバコが吸える部屋、タバコが吸えない部屋を設けている。レストランはほぼ禁煙だが、居酒屋では、タバコを吸っても大丈夫。日本では、整然とした秩序が保たれていると紹介した。これに対し、他のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。日本に学ぼう。以前、日本に行った時、携帯灰皿というものを見たことがある。すごく高度なマナーだと思ったよ。中国はどこもかしこも喫煙スペースだ。中国は日本ではない。比較するな。日本のルールが世界のルールか。タバコを吸う自由はあるが、他人に害を及ぼすのは間違っている。日本のマンションの中にはピアノに対する制限だってあるくらいだ。ピアノを始めるときに近所に挨拶に行く人だっている。日本人は他人に迷惑をかけないかどうかを真っ先に考えるんだ。こんな素晴らしい考え、どうしていつも他の国から教えられるのだろう。中国人の知恵はどこに行った。中国人は他人に学ぶのが大好き。でも最後はいつも失敗する。